足野翔太郎は、日本のプロレースラー。東京都西東京市出身。日本体育大学レスリング部出身。監督と、長谷博史の推薦により2014年8月1日、レッスルマイナス1練習生として入門。2015年2月13日、後楽園、ホール大会で、熊コ郎とのデビュー戦を勝利。8月2日、レッスルマイナス一グランプリ20151回戦で、 野さは論外に、ジャーマンスープレックスホールドで勝利。しかし、8月8日の準々決勝で、ソヤ学に敗れる。10月、近藤修司河野正樹、村瀬裕樹と共闘して、トリガー結成。11月3日、村瀬と組ソヤ&、笠西純組がもつレッするマイナス1、タッグチャンピオンシップに挑むが敗れる。12月18日、 練習中に右肩を負傷したため長期欠場に入り、2016年3月13日、復帰戦を行う。2016年6月8日、回の持つレッスルマイナス1チャンピオンシップに初挑戦するも敗北。7月1日、レッスルマイナス1グランプリの準決勝でソヤガクと対戦。前日に膝のじん帯を痛めている中で、強行出場して、わずか27秒で、 セコンドのコーノがタオルを投げたことで TKO 負けとなり、長期欠場に入る。12月9日、ブラザーヤッシュとのタッグで、村瀬広樹三富正幸戦にて復帰。復帰後は、リング内外で黒潮イケメン二郎と激しくぶつかり1月には、シングルで対戦し勝利。2017年3月20日、コーノの持つレッスルマイナス1チャンピオンシップに挑戦し、勝利。 第11代王者となる。8月11日、後楽園、ホール大会で、小玉祐介、立花聖子と、新ユニットアンファンツテリーバラを結成した。9月2日、横浜文化体育館大会にて、レッスルマイナス1チャンピオンシップ防衛戦で黒子を、イケメン二郎を35分を超える、激闘の末に勝利して4度目の防衛に成功。 その試合直後に挑戦表明してきた稲葉大輝を18日の後楽園ホール大会で迎え撃ちイケメン戦に引き続き30分超えとなったハードな戦いを制して5度目の防衛に成功した10月21日茨城霞ヶ浦文化体育館大会にて小玉と立花とのトリオで黒潮と土井熊のトリオが保持する上世界6人タック王座に挑戦し足野が 分隊のメインに引き続きサンドクロシオからギブアップ勝ちをダッシュしてユニット創設後初のトリオ王座を獲得した。11月5日、後楽園ホール大会にて熊、ゴロを相手にレッスルマイナス1チャンピオンシップ防衛戦に臨みイコンと因縁が混ざった激しい同期生対決をギブアップ勝ちで制して6度目の防衛に成功した。その後は ソやヤや稲葉といったライバルたちや外敵プロレスリング、ノアの中島勝彦とのレッスルマイナス1チャンピオンシップをめぐる激しい戦いに加え、タック戦線でも、小玉とのタッグで、レッスルマイナス1タッグチャンピオンシップもダッシュし、防衛を重ねて、タック戦線を盛り上げていくなどを団体内外で活躍を見せていくが、2020年2月29日に、レッスルマイナス1の活動停止が決定し、 同年3月31日付をもって選手契約終了となった。2020年4月6日、全日本プロレス新規場大会のリングに登場し参戦を発表した。当初、チャンピオンカーニバルにて来日不可となった外国人選手枠に出場するはずも、開催自体が中止となってしまった。その後は、スワマが保持する三冠ヘビー級への挑戦を視野に入れて、 動き始め、宮原健とやゼウスといった三冠ヘビー級元王者や、ジェイクリーラ強敵を相手に一歩も引かぬ戦いを見せ、最終的に、直挑戦者の座を掴み取った。6月30日、無観客での t v マッチにて、スワマとの三冠ヘビー級タイトルマッチに臨み、得意のアンクルロックなど徹底した足攻めめで奮闘を、見せるも、連続ジャーマンから流れを引き寄せたスワマの前に、 敗れてしまい大座ダッシュならず。その後も、小玉と、ヒグマ嵐らア,アンファンツテリーバラのメンバーと共に、全日本に、継続参戦。全日本敗イ抜きの大森北斗や全所属 W-1 ではライバルだった、土井孝二も加入し徐々に勢力を拡大。2021年1月24日に、スワマトの2度目の三冠戦で、セコンド介入を拒んで奮戦するも敗北し、北斗や、 ヒグマ嵐らと不協和音が生じ始めると2月23日の後楽園ホール大会でヒグマ嵐とトイと組んだ6人タッグの試合中にメンバー全員に裏切られてしまい対戦相手だったジェイクの新ユニットに合流を許してしまう。試合後にスワマの呼びかけで同じ試合でジェイクに裏切られた。 岩本公司らと一時的にトリオを結成するも、現在は一人でのアンファンツテリーバラで活動。2021年4月11日、新潟モズ島多目的広場大会にて行われた、チャンピオンカーニバル3戦目で、宮原を相手にアンクルロックで、ギブアップ勝ち。黒星先行ながらも昨年の雪辱を遂げ、巻き返しに乗り出した。レッスルマイナス1チャンピオンシップ。 ありがとうございます。